皆さんこんにちは。今日はソニー α7R5 のカメラ内蔵マークは使えるかそれとも使えないかの検証をしてみたいと思います。結論から言うと限界はあるもののポイントを押さえておけば十分使えるということです。どのようにカメラ内蔵マイクを利用すればよいか僕の結論をシェアしたいと思います。今日の構成はこのようになります。 1. 実際にカメラ内蔵マイクで収録したクリップとソニー外付けショットガンマイクで収録したクリップとで音声音質の比較をします。 2. 内蔵マイクの限界を知った上でノイズ除去をする方法を紹介します。それでは始めましょう。カメラ内蔵マイクの音質チェックをします。現在カメラを手持ちで撮影しています。カメラと口元の距離は約40センチぐらいですね。30センチから40センチといったところでしょうか。街歩きでの、ナレーションを入れるという想定でチェックをしています。現在車が通っていますので車の音もしていると思いますが、こういった音がどの程度入るかそのチェックも兼ねています。手持ちでカメラ内蔵のマイクを使う場合にはできるだけ口元に近づける方がいいのは分かっています。例えば現在はほぼ20センチほどの距離に持って話をしていますのでクリアだと思います。そして今度はちょっと口元をカメラと45度の方向に向けて話します。はい、このように向けるとかなり音質も違ってくるかと思います。今度は左方向45度に、はい、向けました。そして、カメラを先ほどと同じように、30センチから40センチほどの距離に話にして話をしてみます。はい、口を45度ほどカメラに対して傾けています。音質もかなり変わってくるかと思いますがどのような状態かチェック中です。はい、今度は外付けマイクソニーのショットガンマイクを取り付けて、収録しています。条件は先ほどと全く同じです。この状況は、かなりいいとは思いますがどの程度の差があるかそのチェックをしています。いかがでしたでしょうか。それでは僕がカメラ内蔵マイクを使用した感想を話します。1. 強風など過酷な気象条件での撮影でない限り口とマイクとの距離は30センチ前後にしてナレーションすると使えると思います。理想的には20センチくらいが非常に良いと思います。2. 話をするときはまっすぐカメラに向いて話すことです。横を向くと音質音量が極端に変化します。 3. それでもノイズが気になる場合はダヴィンチレゾルブ 18.1.1 に搭載された新機能ボイスアイソレーションを使用することです。この使用方法は後で紹介します。とても簡単です。 4. ソニーのショットガンマイク ECM-B1M いわゆる紙マイクの性能に改めて驚かされました。音声収録時の顔の向きや距離を心配することなく、しかも適度にノイズキャンセリングしてくれます。僕は可能な限りこのマイクを α7R5 でも使っていこうと考えています。それではダヴィンチレゾルブ 18.1.1 に搭載された新機能ボイスアイソレーションの使い方について説明します。この新機能はカットページ、エディットページ、そしてフェアライトページで使用できますが、僕はエディットページで使用していますので、これで説明します。これはエディットページです。クリップをこのように一つ置いています。まず音声を聞いてください。手持ちでカメラ内蔵のマイクを使う場合には、できるだけ口元に近づける方がいいのは分かっています。いかがですか？ノイズが相当入っていますよね。このノイズをできるだけ取り除くには、ボイスアイソレーション機能を使用するのが最高の解決策です。結果は次のようになります。お聞きください。手持ちでカメラ内蔵のマイクを使う場合には、できるだけ口元に近づけるのがいいのは分かっています。
それでは具体的にノイズキャンセル作業をしてみましょう。この画面はエディットページですが、まず右上のインスペクターをオンにした状態でオーディオをタップします。この部分ですね。すると下にボイスアイソレーションという文字が出ています。その左の白いボタンをタップします。すると適用量、そして100という数字が見えています。この100という数字は、ノイズキャンセリング 100% という意味です。そしてこれがスライドバーで、左に動かすと0に近づきます。ここでノイズキャンセリングのパーセンテージを調整することができます。それでは実際に試してみたいと思います。現在、音声は聞いていただきます。カメラ内蔵のマイクを使う場合にはできるだけ口元に近づけるのがいいのは分かっています。はい。例えば現在、はい、今マイクをパソコンに近づけました。少し聞きづらいかもしれませんが、ノイズがかなり入っているのが分かります。それではノイズキャンセリングをかけてみたいと思います。このクリップ全体にかかります。その方法はボイスアイソレーションの左のボタン、白くなっていますが、これを押して赤くします。すると適用量、そして100と出ています。現在はノイズキャンセリング 100% にするという意味です。今この赤いボタンをついたことによって、このフレーム全体にノイズキャンセレーションが適用されました。結果を見てみたいと思います。またマイクをパソコンに近づけてみます。カメラ内蔵のマイクを使う場合にはできるだけ口元に近づけるのがいいのは分かっています。はい、いかがですか。ノイズはもう完全に消えていますよね。このように使います。僕はこの機能のことは、インタービーのブラックマジックブースでデモがありました。そこで知りました。この機能が使えるのはあいにく有償版のみとなっています。無償版では使えないそうです。僕はこの機能だけでも有償版にする価値があると思います。僕は一昨年プレミアプロから有償版のダヴィンチレゾルブスタジオに乗り換えました。買い切りなのでサブスクのように毎年課金されなくて使い続けることができます。もう元に戻ることはできません。このアプリは絶対におすすめの動画編集アプリです。いかがでしたでしょうか。今日はこの辺で失礼いたします。少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。次回またお会いしましょう。さよなら。
皆さんいかがでしたでしょうか。今日はこの辺で失礼いたします。少しでもお役に立てば幸いです。ご視聴ありがとうございました。次回またお会いしましょう。さようなら。